みなさん、お久しぶりです。和京のアレンです。今回この動画では、ミャンマー、ヤンゴンで今コロナの影響でどういったことが起きているのかという話と、アレンがミャンマーに残ることに決めました。日本に帰りません。そう決めた理由について後ほどお話ししていきたいなと思います。余談なんですが、アレンは外出自粛を始めて1日から始めて、今日が14日、撮影した日付が14日なので、かれこれ2週間ずっと自宅にこもっていて、人にも会わなかったし、誰にも会う予定もなかったので、もうこういった感じでひげも伸びてしまいました。似合う似合わないは置いといて、しばしお付き合いください。よろしくお願いします。はい、まずお話ししたいのが、この政府から要請が出てて、外出自粛要請が今10日から19日の9日間出ています。で、今日が14日なので、実質あと4日5日ですね。はい、もうすぐなんですが、この期間は必要なこと以外は外に出ないでくださいということで、もう政府から命令が出ているので、たまにベランダから外の様子見るんですが、もう誰一人歩いてませんし、もう実は犬もいなくなってて、っていうのも犬も実は最近野良犬をこう回収というか、野良犬駆除といいますかをされてるみたいで、人もなんですけど犬も実は街から消えてます。はい、本当になので、道路は誰一人歩いてないって状況で、本当に必要な方が1人2人ポツポツいて、コンビニだったりとかスーパーに行く様子を見かけるって形で、もうすごく皆様、ミャンマー人の方一人一人高い意識を持って自粛しているのかと思います。はい、でこれから、お店についてお話ししたいなと思います。ミャンマーのお店の状況につきましては、初めにバーだったりとかクラブだったり、そういったお店はまずクローズ先にして、その次のステップとして、こういった映画館だったりとか、このボウリングだったりとか、ジムだったりとか、この人が集まる場所っていうのも営業中止になりました。で、最後のステップとして飲食店なんですが、飲食店のほぼ全部と言ってもいいぐらいほとんどがクローズしました。アレンが働いている、アルバイトとして働かせてもらっている東京コーヒーさんも4月いっぱいですね、4月中はずっとクローズということになりました。その中でも限られた少ない、飲食店の中でも、お持ち帰りだけを今専門というか、そこだけ限定でやってるところも何店舗かありまして、そういったお店のおかげで今美味しい料理を各家庭でも食べれるということになっています。このお持ち帰りだけの飲食店に並行して、フードパンダさんだったりとか、デリバリーの会社さんも今動いてますので、注文すると各家庭に彼らが届けてくれます。はい、すごくとてもコロナの影響で、食ぐらいは楽しみたいというか、美味しいものを食べたいという方にはすごく役立ってて、すごく救われている、ありがたい、はい、会社でサービスです。はい、すごく感謝してます。それから、政府から昨日、政府というか大使館の方から連絡がありましたが、昨日4月13日20時ですね、夜8時の連絡で、現在今92人の患者さんが発見されて、疑惑の方ですねが見つかって、今検査中ということで、今のところ11人の方が陽性と出ているんですが、残りの方は今だに検査中ということです。で、コロナにかかった、ミャンマーの中でコロナにかかった方が今50人を超えました。トータルで今までのケースの中でいくと50人を超えたので、国内で50人っていうのはすごく、少ない、日本に比べたら少ないのかなと思う方もいると思うんですが、ミャンマーの医療機関のことだったりとか、いろいろな面を見てみると、すごくそれはとても危険なことなのかなと個人的に思っています。はい、で続いてお仕事についてなんですが、実は今この期間、4月14日なんですけど、ティンジャンと呼ばれる水かけ祭り、皆様ヤンゴンにお住まいの皆様はもちろんご存知かと思うんですが、ちょうどこの期間水かけ祭りの期間なので、この期間は通常長い長期休み、1週間か10日間の長い長期休み、お仕事もない時期なので、その時期に、去年までだったら皆様自宅に帰って家族と過ごすわけなんですが、今回は水かけ祭りとも被ってるんですが、コロナの影響でもう会社で仕事できないために自宅に帰って在宅勤務、リモートワークをしている会社さんもたくさんいると聞いています。はい、そこですごく難しいって聞いているのが、こうミャンマー、よくあるんですが、この帰ってしまってから会社に
コロナの影響が収まった時に会社に戻ってくるかわからないっていう不安だったりとか、うまくこう在宅勤務の指示を送ることが難しいっていうのも話を聞きます。そこら辺ですごく苦労して日本人の経営者さんもいるのかなと思います。はい、続いて空港についての話なんですが、現在ミャンマーではロックダウンはしていませんが、まあ、実質ロックダウンみたいな状況となってきてますので、誰も入ってこれませんし、誰もミャンマー国内が出ることができないというふうになっているんですが、例外としてアナだけがミャンマー大使館 とアナの方がこの協議をした結果、アナの減便された中でもすごく限られた便だけこのヤンゴンか成田行きの直便を出すということで、それが決まっているので、多くの日本人がその便を利用して日本に地元の方に帰っていきました。なのでヤンゴンに残っている日本人はすごく少ない、3000人と言われているんですが、もうすごく少ないのかなと思って、ほとんどの方が日本人はもう帰ってしまいました。で、実質もう空港は封鎖っていう状況になってて、ロックダウンはまだしてないんですが、もうその状況になりつつあります。はい、で続いてミャンマーの交通機関なんですが、ミャンマーでは今ミャンマー特有のサイドカー、サイカーとあとはタクシーですねは通常通り走っているんですが、以前アレンがタクシーに乗った時も窓全開に開けて、あと運転手さんもマスクをするという形で、すごくその辺はやっぱり注意してて、すごくこう徹底して交通機関の方もやってて、バスも見たんですが、いつもあったらぎゅうぎゅうですごく強い味方なんですが、バスの中身も人は3人4人とかもう間隔空けて座ってた感じで、もうバスもなかなか最近見なくなりました。はい、ほとんどグラブタクシーですねが走ってる状況で、一応今のところでも走っているのは、何か遠いところに行く場合には、まあ、ヤンゴンにお住まいの方には未だに使える交通機関となっております。はい、でミャンマー国内とかミャンマー人がどういった対策をしているのかっていうのを皆様にお話ししたいなと思います。まず一つ目が、この臨時でこの道端のすごいいろんなところに手を洗う場所だったりとか、こう消毒できる場所がすごく増えました。スーパーの入り口だけじゃなくて、こういったいろんなところに道路に急遽ドラム缶を使ってこう手を洗って石鹸使って消毒できる場所が増えて、すごく身近に手洗いうがいができる場所が増えました。2つ目に、このガムテープとかを使ってこの足元に貼ることで間隔を空けて立つようにという指示がありました。例えばエレベーターだとこう中が6つぐらいこう枠で囲って、この位置に立って待ってくださいとか、レジだとこう一個一個引かれてあって、これぐらいの間隔を空けてレジを並んでくださいという形で、それもすごくミャンマー人守っているので、こう間隔を空けてやっぱ濃厚接触がないようにというふうには対策されてて、すごく自分の身は自分で守ろうっていう意識が強いのかなっていうのは本当に感じましたし、なんか皆様マスクもすごく手に入れ難しいと思うんですけど、絶対にマスクをつけてて消毒液もしっかりつけてて、すごい一人一人対策してるなっていうのは、はい、個人的に見られました。で、最後になりますが、アレンがなんで多くの日本人が日本に帰って、大使館からも実は2回ほどですね、強くあと日本に帰ってくださいと、用がない限りは日本に帰ってくださいと強く促されているわけなんですが、なぜ今回アレンが残ることを決めたのかっていう話をしたいなと思います。実はアレンも帰ろうと思っていろいろと準備をしたわけなんですが、アレンの地元沖縄那覇市まで実はトータル25万ぐらい片道でかかります。っていうのも、ここから成田まで直便で帰って、そこでまず22万とかするんですけど、成田から沖縄に帰るまでに実は直便がもうなくて、成田大阪、大阪沖縄とか、成田福岡、福岡沖縄とかって形でどこかを経由しないと帰れないってことで、すごく経由するリスクが増えますし、その経由する場所、大阪とか福岡ってすごくコロナで今大変なので、そういったところの空港を経由して帰ってくるのはすごく、逆に日本で移る可能性もあるなっていう不安だったりとか、あと帰ってから沖縄で2週間隔離しなきゃいけないんですが、こう2週間隔離する場所がなくて、ホテル借りるとすごいまたお金もすごくかかりますし、あとアレンは個人的に日本の携帯番号持ってなくて SIM カード持ってないので、 SIM を買うとまたすごいお金になりますし、あとこれがどれぐらいの滞在になるかわからないっていうのもあって、それによって SIM カードの値段設定も違いますし、あとこのWi-Fi なんですが、このポケット Wi-Fi の実はサービス今停止したりとか売り切れとか
にしてて、今在庫がないみたいなので、すごくあれに1人買えるだけですごくお金もかかりますし、ましてやこうもしここでかかってて日本に帰った時におじいちゃんおばあちゃんとか特にお年寄りの方に移してしまうと、それはすごく良くないことだと思いますし、やってはいけないことだと思うので、まあ、自分の帰りたいという気持ちよりもいろんなことを考えてみせた結果、結局ここヤンゴンに残ってこのアパートで1人で暮らしていくことが今のところは安全策ベストな固定だったのかなと思います。本当は日本に帰って隔離できたらよかったんですけど、その隔離できる場所がなかったので、もうこういった措置を個人的に取らせていただきました。でも残るからにはミャンマー、ヤンゴンでどういったことが起きているのか、コロナに対してローカルの方がどういった動きをしているのか、そういったところを見たりとか、あとはこういった少しの些細な情報でも皆様にお伝えできたらいいなと思って、どん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  YouTube ブログをアップしていきたいなと思います。なのでこれからも時間ある際にとミャンマーのこと、ミャンマーのコロナの件について知りたい方はぜひとワキワレンのブログだったりとか YouTube をご覧ください。この YouTube の概要欄にも Twitter だったりとか Instagram の URL を貼ってますので、ぜひよかったら登録してみてください。そしてこれからも動画上げていきますので、よろしくお願いします。今回はこちらで失礼します。皆さんも、もうコロナに気をつけてご自粛してください。では失礼します。たったー。